動画の内容はメジャーリーグ野球 MLB の歴史における最強の先発ローテーションをランキング形式で紹介しています。10位ロサンゼルスドジャース、2019年成績ナショナルリーグ西地区で106勝56敗地区7連覇を達成。先発ローテーション、ヒョンジン・リュウ、ウォーカー・ビューラー、クレイトン・カーショー、リッチ・ヒル、前田健太。ハイライト、ヒョンジン・リュウが最優秀防御率のタイトルを獲得。ウォーカー・ビューラーが14勝4敗215奪三振を記録。9位サンフランシスコ・ジャイアンツ、2010年成績ナショナルリーグ西地区を制覇し、ワールドシリーズでテキサス・レンジャーズを4勝1敗で下し、56年ぶりのワールドシリーズ制覇。先発ローテーション、マディソン・バンガーナー、マット・ケイン、ティム・リンスカム、ジョナサン・サンチェス、バリー・ジド。ハイライト、マディソン・バンガーナーが後半戦からローテーションに定着し、7勝6敗86奪三振を記録。8位オークランド・アスレチックス、1972年成績アメリカンリーグ西地区の連覇を達成し、ワールドシリーズでシンシナティ・レッズを4勝3敗で下し、42年ぶりの世界一。先発ローテーション、キャットフィッシュ・ハンター、ケン・ホルツマン、ビダブルー、ジム、マット・カット・グラント、デイブ・ハミルトン。ハイライト、キャットフィッシュハンターが21勝7敗、最高の防御率 2.04 を記録し、191奪三振を奪う。7位、フィラデルフィア・フィリーズ、2011年成績、リーグ最多の102勝を記録し、地区5連覇を達成。先発ローテーション、ロイ・ハラデー、クリフリー、ロイ・オズワルド、コール・ハメルズ、バンスワーリー。ハイライト、ロイ・ハラデーが19勝6敗、220奪三振、防御率 2.35 を記録。クリフリーが17勝8敗、238奪三振、防御率 2.40 を記録。6位、ボルチモア・オリオールズ、1971年成績、101勝57敗という圧倒的な強さで地区3連覇を達成。先発ローテーション、マイク・クエイヤー、パット・ドブソン、ジム・パーマー、デーブ・マクナリー。ハイライト、全4選手が20勝を超えるという前人未到の快挙を成し遂げ、メジャー史上2チーム目となる20勝カルテットを形成。5位、クリーブランド・インディアンス、1954年成績111勝43敗勝率 0.721 という圧倒的な力でリーグ優勝を遂げる。先発ローテーション、アーリー・ウィン、マイク・ガルシア、ボブ・レモン、アート・ハウトマン、ボブ・ケラー。ハイライト、アーリー・ウィンが23勝11敗155奪三振、防御率 2.73 を記録し、地区初の最多勝のタイトルを獲得。4位、ニューヨークメッツ、1988年成績リーグ最多の100勝を記録し、2年ぶりの地区優勝を果たす。先発ローテーション、ドワイト・グッデン、ロン・ダーリング、デビッド・コーン、ボブ・オヘイダ、シド・フェルナンデス。ハイライト、デビッド・コーンが20勝3敗防御率 2.22、213奪三振でチームの地区優勝に大きく貢献。3位、ヒューストン・アストロズ、2019年成績107勝55敗で3年連続の地区優勝を達成。先発ローテーション、ジャスティン・バーランダー、ゲリット・コール、ザック・グリンキー、ウェイド・マイリー、アーロン・サンチェス。ハイライト、ジャスティン・バーランダーが21勝を挙げ、300奪三振を達成。ゲリット・コールは326奪三振で最優秀防御率と最多奪三振のタイトルを獲得。2位、ロサンゼルス・ドジャース、1966年成績、95勝67敗でリーグ連覇を達成。先発ローテーション、サンディ・コーファックス、ロン・ドライスデール、クロード・オースティーン、ロン・サットン。ハイライト、サンディ・コーファックスが27勝を挙げ、防御率 1.73、317奪三振を記録し、サイ・ヤング賞を受賞。1位、アトランタ・ブレーブス、1998年成績、106勝56敗で地区5連覇を達成。先発ローテーション、グレッグ・マダックス、トム・グラビン、ジョン・スモルツ、デニー・ネーグル、ケビン・ミルウッド。ハイライト、グレッグ・マダックスが18勝を挙げ、防御率 2.22 を記録。トム・グラビンは20勝を挙げ、防御率 2.47 で最多勝のタイトルを獲得。これらのチームは、その時代を代表する強力な先発ローテーションを持ち、チームを勝利に導いたことで歴史に名を刻んでいます。特に1998年のアトランタ・ブレーブスは、1990年代のメジャーリーグにおいて最強球団の一つとして、その名を残しています。今回はメジャーリーグ歴代最強の先発ローテーショントップ10をご紹介しました。これらのチームが歴史に名を残すほどの圧倒的な力を持っていたことがお分かりいただけたかと思います。野球はチームスポーツであり、一人の選手だけではなくチーム全体の力が勝利には不可欠です。特に強力な先発ローテーションはチームを勝利へと導く大きな鍵となります。皆さんのお気に入りのチームや記憶に残るローテーションはありましたか？コメントでぜひ教えてください。またこの動画が面白いと思ったら、いいねとチャンネル登録をお忘れなく。次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。野球愛あふれる素晴らしい一日を。